ステファン・キースリングは、西ドイツ・バイエルン州、リヒテンフェルス出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。元ドイツ代表。性は、キースリンクと表記される場合もあるが、実際のドイツ語の発音に近いのは、キースリングである。レバー空前でプレーする、キースリング1、FC ・アイントラハとバンベルクから1、FC ・ニュルンベルクの下部組織に移り、2001年に、 トップチームデビューした。ニュルンベルクではリーグ戦73試合に出場し、15得点を決めた。その活躍からアーセナル FC もオファーがあったが、2006年にバイエルレバー空前に移籍した。2007から08シーズンの UEFA カップでは7得点を決め、ルカトーにパベル・ポグレブニャクに次いで得点ランキング3位に入った。二千八から零九シーズンは、 パトリック・ヘルメスとコンビを組み、自身は12ゴールを挙げた。ユップ・ハインケス監督が就任した2009から10、シーズン序盤はヘルメスが怪我で離脱し、自身がフィニッシャーの役割を任せられたことから、得点数が増加し、2009年11月の VFB ・シュトゥットガルト戦では、ハットトリックを達成した。このシーズンは21ゴールを挙げ、ブンデスリーが得点ランク2位となった。 2012から13シーズン25ゴールを挙げる活躍を見せ、ブンデスリーが得点王に輝いた。その後は自身の加齢により衰えや2015年のハビエル・エルナンデスの加入が重なり、ポジションを明け渡すことになったが、クラブの重鎮として共にチームを支えた。2016年4月、現行契約を2018年まで延長。 この契約には引退後のフロント入りも含まれていると報じられた。一方、2016年から股関節の慢性的な負傷に悩まされており、同年8月には一時、現役引退も示唆した。2017から2018シーズン終了後に、契約満了と同時に、現役引退。ドイツ代表として U-21 代表では AS として活躍し、 2007年3月28日の対デンマーク戦で A 代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップに臨むドイツ代表にも選ばれ決勝トーナメントのイングランド戦とウルグアイ戦で途中出場している。しかし、その後はドイツ代表でプレーをする気はないと公言し、ヨアヒムレーブ監督下では代表選手になることはないとも語っている。4ヶ月の休養の後、 気泡通り、2018年10月より、レバー空前のスポーツ部門のアドバイザーに就任。愛妻家で、ゴールを決めるたびに妻と子供の名前が彫られたタトゥーに、キスをしている。なお料理も得意で、料理本も出版している。2015年3月8日に行われた、ブンデスリーガ第24節 SC パーダーボルン07、戦にて彼の強烈なシュートが、相手 GK。 ルーカス・クルーゼの顔面に直撃し、クルーゼは一時的に気絶してしまった。キースリンク、ドイツ代表復帰は考えずゴールドットコム2013年8月26日、キースリンク、W 排出場を諦めるフットボールチャンネル2013年11月25日、不審の続く、ゴメス、代表復帰拒否のキースリンク、ドイツ代表ストライカーは一体誰に サッカーキング2013年2月28日、弾丸シュートが顔面ブロックし、GK が気絶、ピッチ上で大の字にサッカーキング2015年3月10日。ありがとうございます。